っています。まあ、その中でぜひオイナを元気にしたい。で、八重洲市の中でも、やっぱりオイナ中国元気だよっていうのをこう、やっていく必要があるだろうということで、まあ、地方創生を変わりまして、まあ、最初は道の駅構想でしたけれども、もっと大きくやらないと道の駅が維持できないということもありまして、八重洲地区を作っていこうというお話でございます。で、まあ、推進協議会を立ち上げまして、今あの県国には要望を出しています。でなかなか市長がもっと言わないものですから、まあ、その辺ちょっと厳しいかなと思うんだけども、まあ、来年市長選ですから、まあ、どうなるかわからないけども、そんなことを見据えて、ぜひ皆さんにご協力いただければなということであります。で今日はあの推進協議会の会長が来てますので、ちょっとそれからあの岡田議員もちょっとご紹介。皆さんこんばんは。あの私あの八重洲のこの推進協議会の会長からさせてもらっています。実はあの大井川の地域とは非常に調整区域が多いわけで、特に海岸 地域というのは津波問題も大変脅威に感じているわけです。そういう中で高台を含めた一層駅、今はあのこれが八重洲塾ということで、もう少し幅広い形での構想になっておりますが、ぜひとも地域の活性化をこれを含めてやっていきたい、安全安心に活性化ということで、考えて、当初一番初めが大田議員にこういう構想をなんとか推進していただけないかということで、いっぱい質問を大田議員にしていただきました。そういうことが一番の原点でありますが、それから皆さんの力によって具体的なこういうふうにしていこうということが形ができてきましたので、ぜひとも皆さんに見ていただき、そして、大きな賛同いただければありがたいなということで、今日はこのような会合にさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。今日お邪魔させていただきました八重洲会議員の岡田でございます。私は八重洲の旧いわゆる塩津地区、今坂井町になっていますが、そちらに住んでおります。もともと私の実家というのは市役所の近くで在住しています。で、その中でですね、やはり八重洲というその古い八重洲の町、それに対して合併後の大井川を入れたこの八重洲、そして大井川流域のその全体を考えた志田地域、こういうものを考えた場合に、やはり一つの考え方だけではしょうもないし、それからまず第一に道の駅構想というのが、いわゆる防災面、それから観光面、そして地域のいわゆる活性化、この三本柱をですね、元にして考えられたものなんです。で、せっかくこの大井川の地っていうのは農業も、そして漁業も盛んな場所なんですね。ですからそういったものをですね、ぜひこの八重洲の中の一つの柱にしていただいて、ここが盛り上がっていくような、そういう町にしていきたいなっていうのを、まあ、地元の方々からいろいろお話を聞きまして、私もじゃあ協力させていただこうということでですね、一緒になってやらせていただこうということで、いろんなアイデアを出させていただいています。私としては基本的に、八重洲の水産業、それと農業、これが並列したものでうまくいっていただければいいな。その中でいわゆる単なる道の駅だけではどこの地方を取っても決してペイできないんですね。しかしながらいろんな複合体を作っていけば、この地域全体の発展ということで考えていけば絶対にいけるんだということがよく分かりましたので、その辺、資金的な面、こういった面ではいろんなアイデアを出させていただいて、市の金を使わないでもできるような、そんなものを今研究をしております。その説明でございますので、ぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。これはプロジェクトの責任者やってますが、梅村って石破から、石破茂さんの関係の、八重洲市の会長やってますので、じゃあ、ちょっと説明したのがよろしいでしょうか。はい、
ご紹介を預かりました宇部村と申します。地方創生研究会というのとで石破茂、焼津会というこの2つの会長をちょっとやらせていただきながら、今回の提案ありまして、じゃあどういうふうにこの町をこう形作っていけばいいかなというようなことで相談しながらいろいろと研究して、一つ作り上げましたの でこれをやるに際してやっぱ皆さん方 の意見をこうどれだけでも入れるようなことを考えたいと思いまして、まあ、説明会にこう回らせていただいている次第でございます。まずはじめに、まあ、地方創生ということで、まあ、日本全国で今よいどんで始まりかけました。でそういう中で、まあ、こちらの方に道の駅がないから道の駅も考えようという初めは小さな話だったらしいんですけど、どうしてもそうだと今日本に1350カ所くらい道の駅あるんですが8割がもうほぼ衰退します。でどういう状況かというと市税をまあ赤字補填でどん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 つぎ込んでいってますから決していい経営状態じゃないんですよね。でそうじゃなくてそこが完璧にお金を生み出してくれるようなエンジンにしなきゃならないっていうのがまあ大前提であってこれをちょっと作り上げております。でその前にちょっと NHK で、防災 その地震の後の津波がどういうふうになるかっていうシミュレーションが報道されましたのでそれをちょっと見ていただきたいなと思います。まあ、今ここだけの報道でしたけど、まあ、ほぼ海岸線に沿って、第4次地震被害想定ということで、県がこういう指針を出しています。でただそのいろんな意味で今津波の被害をいかにこう災害から守るかということなんですけど災害がゼロになるわけじゃないんですよね。で結局逃げても町が流されたり、倒壊したりしてまあ、非常に、まあ、前の、ね、震災 のテレビとか見られれば分かるように本当に何もなくなっちゃうということで、堤防を作ったらどうかということで今県は、土地山川から、大井川までの間を堤防を作ろう、グリーン堤防を作ろうという今計画になりつつあります。ところが、この間も鬼怒川で川が氾濫したように、今度はこの堤防が今度はダムになる可能性があるんですよね。川が氾濫してこの市街地が今度は水浸しになるという今度はまた災害、第二次災害っていうのも考えられるということでやはり高台にしてやってもおけば全ての災害が防げるというのは今回の発想です。で実際に、海外でも高台にしてその避難を免れて、もう今に至っているというところがあります。これはもう地中海にの面したアドリア海に面したところです。ドブロニクっていう1600年前に被害があったところが20メーターのかさ上げして町を作ったところをもうずっと守られてきて今はもう観光都市になっています。で岩手県も、左側が漁港だったんですけども右側がやはりこう堤を作ってちょっと高台にすることによって無傷の状態になったというまあ人間っていうのはやはりこういうことを事前にやれるという唯一の動物ですのでこういうことを先にやれば被害に遭わなくて済むということですね。で焼津の、まあ、今回、まあ、創生プロジェクトということでどういうことをやろうかということです。でとにかく世界一災害に強い街づくりを目指しましょうということです。で高台にして、非常に強い街を作れば、全ての災害において、防災ということに関しての街づくりができるよと。でこれが完成するとどういうことができるかというと焼津というのは地図で見られたように分かるように日本でいうと本当中心なんですね。どこへ行くにもほぼほぼ同じ時間で行けるという非常に、ラッキーな地盤です。でそういったところで今度は災害したところの支援拠点として、いろんなものを誘致できるよということですね。で、まあ、災害のところに運びますから物資を焼津市が一番この何ですか災害支援拠点という位置づけにすることができるということです。
でそういったものを作ることによって、いろんな企業、あとはもう高台を、に住宅を開発するとかということで、安全ですから都心からまあ人を呼び込むことができるよということです。でやはり道の駅で、ここはどういうことをするかというと、やはりいくら災害に強くても、そこの地域でお金を稼いでくれるものがないとまず立ち行かないということで、この道の駅が非常にそういったエンジンとなるということです。それとあと港湾の整備で、ありがたいことに3つ港がありまして、大井川港というのはやっぱ市の港なので、非常に市の管轄で物事を考えやすいというのは非常に立地に優れてます。でそれをやることによって、道の駅を今計画しているところまで、まあ、船が入れるように運河を作るとか、でそこの、港を防災型にしちゃって、その海からも支援に行ったり、そこへこう避難に来たりというようなことも考えれると。でなおかつ清水港のように大型客船、まあ、15万トンクラスのものがもう誘致することによって、焼津に直接観光客を持ってくれるという、非常に空は空で今飛行場がありますから、陸海空揃ったところはなかなか珍しいということですね。で新しいインフラ網として、まあ、清水、静岡、焼津で島田、吉田、静岡空港をこうぐるっと周遊できる、モノレールも考えようかということです。で焼津の、ちょうど今の港じゃございません、海岸沿いがほぼ直線にデーンと伸びてますので、それがだいたい 4.5 キロあります。でそこをもう防波堤兼ねた飛行場っていうのが、まあ、優に考えられますので、そういったものを作ってあげればプライベートジェットを入れたり、そこから災害拠点へこう空輸で持っていくっていう非常に優れたところになるなというふうに思います。で非常に高台で優れた、道の駅とか、いろんな施設ができますから、医療施設も結局受け入れ体制が万全になるということです。でこういったものが万全になってくると、やはりいろんな学会とかが開かれますから、国際会議場が必要になってくるということになります。で当然、人を呼び込みますから、競技施設みたいなのを作ると、オリンピックとかワールドカップ、いろんな、まあ、競技を招致できるということになります。で教育施設も、キンダーガーデン、小中学校で、海洋高大学ですね、ドローンのような格好をも一緒に作ることもできるということです。で当然農業施設、これは農業、野菜工場っていうのは今皆さんご存知でしょうけども、365日、天候に関係なく全て出荷できるということですね。でこれも後から出てきますけど、具体的な金額 も出てます。そういったのがもうできると思います。で日本一大きなものを考えてますから、当然それを全国から見に、世界から見に、体験ツアーみたいなっていう形で、来ますので、その方を反対に取り込んで観光にも回しちゃえるという発想にもなってます。で、企業用地の整備もします。でこれはもう2カ所あるんですけども、ほぼほぼもう決まって、話はもう決まりつつあります。で、その周囲には、高台にして優れた住宅地をこう作ってあげようということで、とにかく全体これまとまると30万人膨らますことができます、焼津の人口を。そこまで今ちょっと考えようというふうに発想しております。でとにかく他と違って何か目玉を作らなきゃいけないということです。で、まあ、ここの町は全て木造にしようかということです。で今までの木造建築ということじゃないんですけども、新しいテクノロジーがあります。でそういった新しいテクノロジーを使ってバイオシティということで作ります。で屋根なんかも合力化にしちゃって、全体見直すと自然の中に融和を求められるような街づくりになるというようなことを考えています。で、メインでやはりこの客寄せパンダじゃないですけど、客寄せるものも必要だということで、まあ仮にですね、生きた本当にシーラカンス
生きた化石と言われるシーラカンス、これは本当にアフリカに、まあ、今、本当に生きたのがいますので、そういったものが入ってきさえすれば非常にこれ目玉になります。それと今ホリスティック治療というのは非常に見直されてきています。でこれも後で説明しますけども、これは世界に誇れるものを作ってやることによって日本で唯一一番最初に旗揚げすることができます。でそれが焼津から発信できるということになります。それとやはり焼津というと観光っていう部分を捉えた場合に、まあ僕はもともと飛騨高山の出身で生まれてましたから、観光地、今は観光地飛騨高山ってなんですけども、焼津は僕らのイメージでは魚センターぐらいまでなんですよね。やっぱこの観光として来るのはで、それが今成り立ってるかっていうとちょっとクエスチョンな状態だっていうお聞きしております。でそういった意味で、せっかくまあ東海道にも面してますし、唯一ここに名称としてつけるとすると、まあ焼津宿かなということです。で焼津宿っていうのはやっぱ東海道にはなかったわけで、これがまあ一つ焼津宿という一つのブランドで打ち出せできるんじゃないかなというふうに考えております。でこの焼津宿、9カ所の施設からなっております。お金を生んでくれる道の駅で、医療施設で、小中学校一貫校ですね。で、防災センター。で、ここには、危機管理クラウドセンターって書いてありますけども、高台で、今作ろうとしてますから、現状地盤からだいたい8メーター上げて、標高13メーターぐらいにするつもりです。そうすると、その地下が非常に有効利用できるんで、要はパソコンの、頭をこう集約できる。世界からそこにデータをこう集めてきて管理できるようなクラウドセンターも作れるということです。あとまあショッピングモールエリアで、競技施設エリアで、海洋こう大学施設エリアで、野菜工場エリアで、誘致企業施設エリアということで、大きくまあ9つの、道の駅構想という、焼津宿というのを考えました。まあ、その計画となる予定地ですが、まあ、大きい地図でいくと、まあ、焼津市街があって、まあ、ここになりますね。ちょっと大きくします。この辺になりますね。でこれわざわざここに持ってきている一つの理由は、まあ、150号という一つの大動脈があります。でこの地図で見るように必ず水が浸かるところにちょっと考えています。でこれは、今地方創生とか国土強靭化という部分で、国が、まあ、そういうところに対しては補助金なりの補助を出すよということをもう決めてますので、まあ、そういった意味でここが高台によって非常に、なんですか、他と比べて優位に立てる部分でもあると思います。で大きい地図でいくと、まあ、こういったところですね。これが田中川だったっけでした、ね、でこれも完璧にここが外れるのは分かってますので、堤防洪水対策をやっぱしなきゃいけないところですね。でこちらは大井川漁港になりますね。大井川港ですねでここを今8メートル上げますと13メートルという非常に高いところの位置にはなりますけれども、ここに管理できるってことになると、もう災害には非常に強いことになりますね。まあこれ全体像になります。で9箇所1234567891という施設がこう並んできます。で大体この敷地面積がやっぱ15万坪、東京ドーム大体10個分入るくらいの敷地になります。まず道の駅のエリア、これは先にも言いましたけども、高台にして強い地盤を整備することによって、不動なものができますよね。でここで
収益を上げるようなことを考えます。で、今までは多分魚センターとかなんかも非常に守りの経営をしていると思います。とにかく昔はそのインターに近かったですから、来たお客さんを入れてそのまま帰っていくと。で、八重洲市を観光するっていう一つのね PR もないし、観光しようっていう名称もちょっとなかったので、今回はそういう名称も作って大々的にやることで攻めに打って出ろということを考えています。で、その対策として一つが道の駅や駅のエリアということになります。で、真ん中にドーンとこの水族館テーマ、メインテーマ館というふうに書いてますけれども、まあ、その周りを、物産館、研究施設で、八重洲街道商店街と、で魚、新しい魚センターというふうに考えています。で、この前駐車場って書いてありますけれども、これは全部床下へ持っていけそうなので、まあ、この辺もまあグランドとかメイン、イベント会場みたいにして大きなものを作ってやればいいかなと思っております。で、ここの魚センターでは今付き合いが日本海の方々とも付き合いがありますので、太平洋と日本海のこの魚がここで、販売できればいいかなというふうに思います。で、これはなぜかそういう、なぜそういうことを発想するかというのはまた後ほど説明します。で、ここの街道、ここもやはり、ちょっと古い町並みのように見せたいんですけども、工法的には新しい工法でやっていこうということです。で、ここは物産館っていうのを考えています。で、ここに水族館ってますけど、ここにできればそういった世界でここにしかないという動物を連れていこうという発想をしています。で、もう一つ川がこれ淡水の川と、ここはできる、技術的にできるんであれば海の川をこう作っていきたい。海の川と普通の淡水の川で、この海の川には海の魚が泳いでいるというような、まあ、世界でもまず類のないということになりますので、そういったのをちょっと考えたいなと思っています。まあ、メインテーマ館、先ほども言いましたけど、まあ、シーラカンスっていうのが、まあね、生きたのがもう手に入ったら、これはとんでもない話ですよね。で、まあ、大概水族館というと、この表面から地上からこういう建物が見えるのはほとんどだと思いますけども、ここは先ほども言いましたけど、自然に恵まれたバイオシティのようにしたいので、外から見た感じはもうこういった築山にしていこうということです。で、ここでどういう現象が起きるかといいますと、今沖縄で、美ら海水族館、ここの売り上げ、来場者数がですね330万人あります。で、経済効果は4000億以上ということです。で、ここは沖縄ですから、まず行く手立てが ほぼほぼその飛行機に対してですね。で、県内に他の県をこうまたいでませんから、県内だけですので経済効果という評価をしてますから、沖縄にしかまあ4000億円が落ちてないということですね。で、ちょっと面白いところで、岐阜県の、世界淡水魚園水族館、ここは年間来場者数が50万人しか来てないんですけど、経済波及効果というのが3670億あります。これはどういうことかといいますと、ここ宿泊施設一つもないんですけど、東海北陸自動車道のサービスエリアの中にあります。で、要はそこに立ち寄ってから高山へ行こうとか白川郷へ行こう、で関の刃物センター行こう、で時のアウトレット行こうとかということでそこを経由、他へ行くからこれだけの経済波及効果っていうのを生んでます。で、もう一つ驚きは、この50万人の内訳の8割がなんと愛知、三重、岐阜、この3県のリピーターでなっているという驚きなところです。まあ、淡水魚だけ、世界の淡水魚を集めるだけでこれだけの人が呼べるということですね。それともう一つ、まあ、近場で沼津港ですね。沼津が、今のサマサ水産さんが、このシーラカンス、
生きた化石のシーラカンスですけども剥製です。その剥製を展示してるんですけども、そこだけで、45万人を超える観光客を引っ張ってきてます。で、まあ、この経済効果っていうのは、まあ、5年経たないと正確の出ないんですけども、ほぼほぼまあ1200億円は稼ぎ出してるんじゃないかなというふうに考えてます。で、今回焼津にもしくは水族館で生きた化石の本当に生きたシーラカンスが手に入ったとすると、まあ、少なく見ても200万人来るだろうということです。で、これの経済波及効果の予測は2400億ということを考えています。まあ、こういったもので、まあ、そういった珍しいものを呼べばそれだけやっぱ人は来ると。それともう一つ目指すところが、今まではその何ですか、日本の国内1億3000万人にしかこう呼びかけしずに、そこを市場だと思ってたんですけども、今はもう世界にやはり目を向けないとダメな時代になってきています。で、今回、私たちの資産で、目指しているところが、地球に思い浮かべていただいて、日本が真ん中とすると、今、TTP で有名になりました環太平洋ですね、その周りとそれに入る輪の中に入る、まあのマーケットと考えると、大体20億人ぐらいいるんですよね。で、それが大体マーケットだというふうに思っていただければ、まあ、こういった数字が嘘じゃないなっていうのは分かるなと思います。で、まあ、そういった、メインテーマを取り巻くのは、先ほども言いましたけども、淡水の川とか海の川を作ってあげて、でそこも当然自然のろ過をできるようなのを人工的に作りますけど、自然のようにろ過していくようなものを作ります。で、それろ過したものをきれいにしてまた海へ戻していったりするということ。まあ、綺麗なところで子供が遊んだりすることができるところですね。で、このメインストリートで、ここも、非常に古い町並みみたいなのを並べてますけども、やはり海外の人を相手にするということは、やはり日本の文化に触れたいっていう人は今リピーターになってきてるんですね。で、そういったことをまあ目論んで、ここの商店街はまあ、皆さんスタッフは和装で出迎えようということです。で、なおかつこの一つずつの、テナントは、普通ですと、まあ、テナントとして、段取りするわけですけども、今回はここをもう従業型にしようという発想をしてます。ですから100何個ありますけど、全て、住んでいただくと。で、父ちゃん母ちゃん兄ちゃんでじいちゃん母ちゃんが住みながら店を出すと。で、そうすることによって一つのここ町ができますよね。で、これも、今までの人を移住とかじゃなくて、やはり八重洲からいろんなブランドを発信できないから都会へ今移り住んだ人は何人かいると思います。そういう人たちをまあメインでこう連れてこさせて、で子育てしながら店の前で商売すると。で、当然そういう人たちはインターネットもフルに活用できますので、当然世界にも発信してます。そうすると世界に発信することによって、ここにしか売ってないからということで、反対にここへ来てくれるという相乗効果も狙えるなというふうになっております。で、水族館で今200万人、引き寄せますから、まあ、そういった意味でも2400億という経済波及効果を生むことができるということです。さあ、これも、非常に、日本海と太平洋、なぜ一つにするかというと、世界からやはり人を寄せたときに、日本海がないと今までは日本海の食べ物を食えなかったんですけども、八重洲行けばどっちも売ってあるよって言ったら、やはりここにリピーターとして来てくれるというふうに思っております。で、ましてや周りに遊ぶところができてきますから、そういったところも見ながら、次回また来てあそこへ来んで行けなかったから行こうというようなことで、まあ、とにかくリピーターとしてまで来てもらおうと。で、野菜工場も作りますから、そういった直産の野菜もここで販売できるよということになります。すると、まあ、ちょっと大きめの観覧車を一つ設置しようということも発想ではあります。
これの大きさですけど、135m 直径あります。でこれは、皆さんご存知、近場であると今のドリームプラザですか、まあ、ありますけども、あれは最頂点で 50m ですから、まあ、こんなぐらいのものですね、今静岡にあるのは。でそれの大体ほぼ倍ぐらいのものを考えています。でこの一つのカプセルに25人乗れます。でそれが32個こうついてますから、トータルで800人で1周30分かかります。でこれが、どういう効果を生んでくれるかというと、多分この辺り半分 50m 行った辺りからずっと、まあ、富士山と駿河湾が見えるようになります。でこれは海外または日本人でやはり富士山見たいっていう人は相当います。富士山見えないと本当に観光にならないっていうのがありまして、これはもうそれも、やってくれます。それとやはり何もない本当広いところですから、これはもう非常に看板塔になるわけですね。で、まあ、道走ってるとあそこだよあそこだよってことですぐこれは分かると、場所も分かりやすくなるということですね。でこれの大体資産もしてます。まあ、この金額が妥当かどうか分かりませんが、イギリスでこれと同じのがあります。これはそれをちょっと見たわけですけど、ロンドンアイっていうのですけども、だいたいイギリスだと3500円取ってるそうです、1人。子供は半額ですよね。で、まあ、まあ、この辺のだいたいの観覧車が1000円とか、ぐらいなので、それで試算して 60%、6割で見てみると、大体年間売上で19億4500万ぐらいは売上に上がるということなんで、まあ観覧車自身がそんだけ高いものじゃないので十分ペイできるという発想になっております。あとイベント広場、ここも毎回、いろんなイベントをしています。毎月、大道芸が来たりで、こういった、軽トラで、フリーマーケットに出したり、軽トラ市とかですね、でフリーマーケットで、あとはまあコンサートとかして、毎回何かこうどん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 やることによって、それによってまた客も呼んでこようというふうに考えています。 で防災も兼ねてますから、何かというときはそこが避難場所になるということになります。でそういった資金をどうやって捻出してくるんだというのは、まあ、皆さんの一番重要に心配するところですけど、当然、地方創生という予算が今つくようになりました。で国土強靭化ということで、国としては、災害に遭うようなところはまとまって移転してくればそこを買い上げてあげるよっていうようなことも今言ってます。で、あとは観光立国っていう観光庁っていうところがありまして、そこも観光に特化してくれればそれに対して補助金出してあげるよっていうのは、まあ、国としてはほぼほぼ3つぐらいあります。でその他いろんな資金の調達の方法あるんですけども、やはり一番大きいのがこの BOO っていうタイプで、民間がやっぱお金出してそれで、運営していくということになります。でこういった資本家は、いるのかっていうことを皆さんお思いかもしれませんが、今今日現在で3つ手を挙げてきているところがあります。ですので、まあ本当にもう決まればトントン拍子でいくんじゃないかなというふうに思っています。で緊急医療施設でホリスティックキンダーガーデン、高齢者福祉で、ここでホリスティックっていうのはちょっと初めて聞くんじゃないかなと思いますが、要は今まで薬に頼ったり、点滴受けたりなんかしてたのが病気は治るよって言ってましたけど、あれは治るんじゃなくて、まあ、とにかく長く生きつないでいくっていう今まで医療の方法でしたけども、自然注力で、やれる方法がもう見つかってるんです。もう自分の力で治すんだと。でこれはもう 100% 治るっていうのがもう出てますデータで。でそういったのが今のところ日本にも世界にもまだ治療施設として大型のはないんです。でそういったものをやはり、高台で非常に安心できる防災に強いところにできたら、当然世界から人が来るということになります。それをまあ目論んでいます。でまあ配置的にはこんな感じですね、ここに今道の駅がガーッとこうあります。それのまあ北側になります、ね、で緊急医療でホリスティックと
で、キンダーガーデン、で、幼児の介護施設というふうに、考えています。で、緊急医療もなぜその立地的にいいかというと、さっきも言いましたけど、やっぱり陸海空、もう3拍子揃ってますね。こんなところはよっぽどちょっと日本どこ行ってもあまりないということですね。で特にまあ飛行場も、近いですし、それこそ緊急っていうと今の志津浜基地近いところも、これはあの東北の震災の時には一応早くあの災害物資を運んでいったっていう実績がありますので、そういったのもやはり、考えれるということですね。で当然港を整備すれば緊急用の大型で、こんな小さいのじゃなくて大型のでも受け入れできるし、そこへ避難してそこからあの遠方へ逃げていくということもできるということです。さあこれが、ホリスティック医療ですね。これは非常に注目を今見ています。瞑想したりヒーリングしたり、いろんな、ヨガとかをして治すということなんですが、大体、まあ、これ世界各国と書いてありますけど、まあ、日本だけでも1日500人は患者として来るということです。で保険適用外みたいな感じなので、今のところ、年間売上が大体50億円ぐらい出てくるだろう。でこれに世界から来るともっと大きくなるんですけど、ただこれはここで治療してすぐ帰るんじゃなくて、大体1ヶ月から2ヶ月長い人だと3ヶ月、滞在して治療するというあのところになりますから、さらにプラスアルファあると思うんですね。ということは宿泊施設を考えてあげなきゃいけないっていうことになってきます。まあそういったものがこう、焼津を力づける一つの、またもう一つのエンジンになるということになります。で、キンダーガーデンって言いまして、0歳児から、あ、ごめんなさい。0歳児から5歳児までをこう預けて、置ける施設になります。でこういうのをやってあげると、働く女性っていうのは必ず、まあ、戻ってきますね。今は災害に危ないからって言って、まあ、2000人ぐらいいっぺんにドーンともうやつから出てったわけですけども、もうそれが完璧に今度安全だというなるともう帰ってくるっていうことになります。でなおかつ都会からもやはり働きながら子供を預けられるところができるんであればということで、やはり戻ってくると。で女性と、まあ家族が帰ってくれば当然子供もできますから、もう当然、人口は増えていくと、自然増につながるということになります。でこういった老人ホームも建ててあります。でこれも木造で作りますので、頑丈なものを作りますので、まあ市内の人だけじゃなくて海外からも来る可能性は非常に高いということですね。でそれこそホリスティック目当てで来た人がそのまま滞在して永住するという可能性も高いというふうになります。小中一貫校ですね、これは、まあ、静岡市でも、盛んに今、進めています。小学校と中学校を一つにして小中一貫校にしようということをしています。でこれも校舎は木造で作ろうというふうに思っております。で今 RC とかで、やはり50年でやはり壊さなきゃいけない建物じゃなくて、まあ100年もしくはまあ500年持つようなものを作ってあげると。で木造が一番やっぱ長持ちするというのは歴史の中で証明されてますので、まあそういったものを作ってあげると。で、まあ、子供もね木造の校舎であると転んでもダメージ的に大きくないんですよ。鉄骨だとどうしても鉄骨とか RC だとどうしても怪我が大きくなるというやっぱデータが出てますので、まあ木造にすることによってそれもどんどん激減するということになります。まあ小学校中学校小学校中学校それぞれの体育館を設けて、まあプールもそれぞれ作ると、でグラウンドも作ってあげようとです。まあイメージ的にはこんな感じになるかなということです。まあ、道の駅はまあこっちになりますね。この辺になります。
で小中学校の、まあ、一貫教育のイメージとしては今まではまあ6年で組って中学校へ入るのに一つこうあのハードルが高かったわけですけども一貫校にすることによって非常に滑らかに学力と個性の向上がこう図れるっていうのが、もう盛んに今言われています。まあ、確かにまあ、ね、ずっと一緒 の, あの個性を伸ばすようなことをしてあげればもっともっと豊かなことができるんじゃないかなと思います。でそれも八重洲でやってるよってことになるとやはりそこへやっぱあのお母さん方は目を向くようになりますので八重洲のやっぱ学校を入れたっていうようなことでやはりあの人もこう流入してくるということを狙ってます。で当然やっぱこういった木造で大ホールとかも作ってあげるということになります。で当然高台で防災型にしますから、緊急支援センターで防災コミュニティで先ほども言いましたクラウド格納地下施設というのもできます。でホテルはやはり、国際会議場とかを持っていきたいので2000人規模で先ほど の, ホリスティック医療というのもありますので、そういったの受け入れも考えるとやっぱり2000人、まあ、これでも多分足らないんですけど、これをまあベースにまた近郊にいろんな、ホテルとかが、まあ、できてくるだろうというふうに思います。まあ、イメージ的にはこんな感じになりますね。で道の駅がちょうどこの辺にになってきます。でその川田川を挟んだ、西側に、消防署防災センターホテルという感じになります。で非常用の時のために非常用発電も考えています。でこの下に、300坪ぐらいの、だいたいクラウドセンターというのを設けようというふうに考えています。このクラウドセンターがなぜ、有効かといいますと、一つ、他県にはない、こういった防災型のクラウドセンターを設けることによって、要はパソコン今どの、事業体もパソコンでデータ処理するわけですけども頭をこう完全にその防災型という分野に預けてるというところが今のところあまりありません。少ないです。そのためにここの施設をレンタル世界各国、まあ、日本はとにかく日本も合わせて世界にレンタルするわけですけども、まあ、最低でも16億2000万月に稼いでくれるだろうということです。でこれはもうずっと稼ぎ続けますから非常に有効な分野になるかなと思います。で、唯一ここでの欠点は何かというと、やはり80度ぐらいの熱を発散するんですよ。でそれをいかに下げるかというのが重要な問題 でこの下げるために非常に水道光熱費がかかるわけですが今回ありがたいことに水族館があります。水をふんだんに使います。ですから冷やすということに関してはそれをうまく利用することによってここの温度を下げることができるという一石二鳥ということができるということです。それと、もともと焼津の産業っていうのはある程度ありますのでそういったものも受け入れられるショッピングモールというのも、考えようじゃないかということで、まあ、旧市街地商店受け入れ型のショッピングモールというのを考えています。で当然、まあ、同じことをやると同じ失敗しますのでやはり新しいブランドという形で戦略型でやっていきたいと思います。で外にはやはりキッズスペースとかドッグラン、ドッグランって今、犬とか、ね、猫とかをこう連れてきてもそこで話してこう遊ばせていけるという広い広大なところを、確保してあげたりするとそういう人たちもこう寄ってきやすくなると。で地下は非常に有効に使えますので、第一駐車場になると。ですから、まあ、ここだけの売り上げでも大体年間80から100億くらい叩き出すだろうというふうに思っております。ちょうど道の駅がこの辺になります。それの下ですね、南側になるのかな。でこれもやはり木造をベースで、できればやりたいなというふうに考えています。
ここにも駐車場って書いてありますけど、ここはまあやはり緑化、にしてあげて、下にまあ駐車場を全部置いていこうという発想にしてます。で、下水もここに、持ってきて、まあ、当然地下も使えるので、何層かでやるということで、非常に処理能力もアップできるということになります。まあ、非常に最近ではラグビーとか非常にウェイト高くなってきますけど、もともとやはり、サッカーなんか有名なので、そういったところ公認グラウンドを取れるようなものを考えたいなと思っております。で、公認は今唯一エコパーだけなので、焼津に一つできれば、まあ、Jリーグの、ねを呼び込めたり、ラグビーも公認取ると日本の大会を呼び込めたりというようなことが考えられますので、そういったものを考えたいと。で、ゆくゆくはまあオリンピック、ワールドカップなんかもこう招致できるぞということです。で、とにかく広い大きなグラウンドになりますから、非常時は災害避難地としても非常に有効に使えるということです。で、まあ、地元の人を優先でも開放して入れちゃうということになります。まあ、こういった、施設になります。で、今これは、敷地は、1880坪かぐらいしかないので、多分ちょっと小さいかなと思います。で、もう少しやはりでかくはなるのかもしれないですけども、まあ十分余裕がありますので、そういったものを考えたいなと思います。で、海洋高、大学施設エリア、ここはですね、なぜ生きたシイラ関数を持ってこれそうなのかなっていうのはここに一つあります。まあ、シイラ関数というのは絶滅危惧種でレッドブックに載ってます。で、それを持ってくることは非常に不可能なんですが、展示としては不可能なんですが、研究目的なら持ってこれるっていうのが法律上あります。で、そこをちょっとかいくぐらなきゃいけないんですけども、まあ、そういった感じでもう持ってこれそうかなというふうに思っています。で、あと海洋資源の研究、その他海洋生物の研究とかも考えています。で、これはまあ、これをやることによって、音程がちょっとついてきそうなので、こういったことも含めています。で、あとドローン、の認定校ということで、ここでドローンを、認定取りますよという学校にしていこうというふうに。これは海洋工大学校舎で、まあ、グラウンドで、当然、港近いですから、やはり近くに、すぐ、船に乗りに行けるというようなところになりますね。まあ、やはりならではの、立地条件になると思います。で、今盛んにドローンというのは、非常に有効活用されてますけれども、遠洋とか、まあ、出ると、今は有志会以降でヘリコプターを飛ばして先に飛んで様子を見ながら戻ってくるっていうようなことをするらしいんですけども、天候によってやっぱ飛べないんですよね。で、どんな時でもやはり必要な時にはこういう無人化された、まあ大型のねドローンを飛ばすことによって、いち早く正確な情報を掴んで、どんな天候でもやはりそういった情報を掴めるので有効だなというふうに考えます。それとやはり津波とか波の高さ、これもいち早く調査することができるので、いち早く外へ飛ばして、それで向こうを見つけるというようなこともできます。まあ、そういったのを、まあ、今からは認定取れないとこれ飛ばせなくなりますので、いち早く焼津ではそれできますよというようなことを考えています。で、日本にはやはりね、非常に、自然が、資源がいっぱい眠ってます。で、そういったことで、こういった高校大学を作れば、船は寄贈してあげるよっていう企業が出てきてます。ですんで、なぜそういうのを研究するかというのは、うん、まあ、ここにあります。で、それをやるとこういったものがくれるっていう、まあ人がいますんで、まあ、非常にラッキーかなと
というふうに思います。それと、まあ、農業にも非常に適した部分でもありますし、まあ、現状も非常に大きな農家さんがあるので、まあ、こういうことをもう考えていけば365日、安定して供給できる野菜工場ができるよということです。野菜工場はだいたい15メーターの100メーターでほぼほぼ455坪が一つの家庭エリアだと思ってください。それが7つ並んでます。これはもう今のところ日本で一番大きい農場になります。野菜工場になります。これはどういうふうに分けるかといいますと、だいたい1ユニット7440株作ることができます。そうすると7つあります。これはまあ1日ですね。で日産だいたい5万7かける7ですから5万2080株出荷できるということです。でこれ天候関係なしに出荷できますから非常に安定するということですね。で、今、東京野菜市場では168円ぐらいで売られているそうです。でまあ、低めに見て、1874万8000株ほどできますから、まあ、こういう売り上げが年間できるということです。29億1720万円の年間の売り上げが計上できると。でこれはもう本当に365日、安定して出荷できますから、今は、この5万2000 1日5万2000では少ないって言われています。すでにあるところではもう32万株1日に出してくれっていうところも出てきてるくらいですから、まあ宛先は非常にあるということですね。でこれ成功させると、まあ、TTP という非常に簡単営業にもこう売り出せるっていう非常に有効な分野になってくるなと思います。これはちょっと負ける可能性があるということですね。誘致基金を設定だということで、まあ、こういったことを話ししながら、有効な誘致企業を2話お話をさせていただきました当時、ですが今、ほぼほぼ固まりつつあります。もしかできたならうち入るよというのはもう2社決まりました。ここはもう決まってもちょっとこんなに書いてます。でここも、先月末に入りたいよというところが大手です。大手がもうほぼほぼ決まっています、まあ、こういったことが、9つ、今やろうとしていることは夢物語じゃなくて、もうベースがあってもう許可さえおればすぐやる人たちが出てくるという本当に話に今なってきています。で、まあ、こういった開発に伴いやはり地元の人の意見もたくさん聞いて要望も入れながら改善もしていかなきゃいけないということで、まあ、いろんな意見を聞きながらちょっと箇条書きで書いてありますけども、まあ、各会場へ回りながら意見を聴取してそれを反映させようという努力で、やっております。ただ今非常に、問題なのは国と県は早く出しなさいよって言われている中、また後ほど先生の方からもお話あるかもしれない、会長の方からもお話あるかもしれませんが、唯一、これを受け取ってくれないところもちょっとありますので、まあ、それを打開するためにもやはり市民の、ね、同意を得たいと、まあ、同意を持って、こうドーンといきたいなということなので、やっぱ一丸となってやっぱ頑張っていただきたいなというふうに思います。でちょうど今ここが、建設予定地になるところから富士山を写真撮ったところです。こんなに綺麗に見えるんですよね、大きく。で、これを海外の人はやはりものすごく惚れるわけです。で、今この電柱とか電線めちゃくちゃ邪魔ですけども、今かさ上げするとこの辺の高さになります、地盤が。そうここからの上ですから、もう本当にものすごく綺麗に見えるんですね。で、当然海もこちらで見えるようになりますから、まあ、これほど観光として呼んでも、もう全然恥ずかしくないところが出来上がるということですね。ですからそんな宝がやはりここを楽しんで
に、大江川地区に残ってたということで、まあちょっと旧焼津市街の人には申し訳ないんですけども、町がそっくりちょっと移転する可能性が高い地域だなというふうに、僕は今考えております。で、焼津市内入るとこれ見えませんから、ですからまあもうここしかないっていうぐらい、まあ、宝が本当にもう眠ってたというふうに思います。まあ、そういった意味で、皆さん方のちょっとね、協力を得ながら、まあ、上へ上げていきたいなというふうに思っております。以上でございます。はい、ありがとうございます。で、今言いましたように、皆さんのご意見をですね、まあ、このものどうだろうなっていうのもまたいただけるとありがたいと思います。で、それから処理関係がですね、今市長の手元で止まっています。で、市長は道の駅はやりたくないという意気発言をしています。で、先ほど防災の話も出ました。で、そこへ市庁舎を建てようという人ですから、なかなか難しいところがあります。まあ、何にしても大井川を元気するためには、これをちゃんと県に国に上げてもらわないといけないということです。で、先般新聞で発表ありましたように、そう地方創生の関係でですね、書類を上げなさいって言って八重崎書類が上がってないんですね。で、藤田とか他のところは内陸部の内陸フロンティアということで上がってるんだけども、やりだけ飛ばされてるというのが現状です。で、まあ、残念ながらどういうことなんだろうなって話をしてるんだけども、なんか自分たちのこう小さいエリアの中で、抱えちゃおうという意識があるみたいで、なかなか、国県とうまくやって、もらってないというのが現状です。まあ、これはもうお互いが違うからだろうなという、その私たちはそのあっちだこっちだっていう話じゃなくて、やはり市民が一番いい状況の地域を作ろうということでやっていることですので、あっちだこっちだなんて話が必ず誰かの話になるとそういう話なんだけども、そうじゃないよと、地域が活性化する、地域が元気になる、それがまたその地域の人たちを元気にするという発想でやっています。で、ぜひともまた聞いてくださいということで、次回とお願いしまして、まあ、今日ゴムに打って入れさせていただきました。で、夢みたいな話をするなよなんていう話が出るかもわかりませんが、今、梅村さんが言いましたように、いや、現実問題としても重いって言います。で、本当に市長がその書類を上げれば国県はすぐ予算を下ろすというところまで来ています。で、もし市長が犯行さないようだったら来年市長をどうにかしなきゃならないねっていう話も出ています。まあ、そこまで来てるんだけども、まあ、とりあえず私たちは地域の皆さんにご理解をいただくというのが一番大事だということで、こうしてお願いにしてあります。またこれから吉永、それから李右衛門等々、ちょっと説明しろよなんて話がありますので、行ってお話をするつもりでいます。ぜひ今日長男さん、次回さんでございますので、俺の地域でもちょっと聞いて説明しろよって言っていただければ説明がありますので、本当に市民の皆さんにこういうのご理解をいただいて、大井川地区あるいは八重市全体を元気しようよというお話をいただけるとありがたいなと伺いますので、一つよろしくお願いします。最後に岡田議員の方から一言言っていただいて、はい、一緒にしたいと思います。すみません、本当にお邪魔させていただいて、まあ、夢みたいな話あるかと思いますけれども、決してこれ夢じゃないんです。で、現実問題としては私が実は太田議員と辛い思いしちゃったのがですね、国の方の国会議員さんからもう話に通ってるから市長のところ行って半分もらってきてるよって言われたんですね。で、ほいと思ってったら、いや俺聞いてねえって話ね、副市長がね。で、副市長話聞いてねえってどういうことだよ、要は秘書課長のところと思ってた。これは南地区の自治会長さんたちが提出した書類がそのまま止まってたってことなんですよ。で、これじゃ困るじゃん。で、やはり一つ一つ吟味しながらやっていくことが必要かと思います。で、確かに市長が全地域を回って皆さんのご意見を聞きました。しかし、例えば自治体のものがですね、上がっていっても、回答が来るのは翌年の8月ですよね。
そうしますと、やれるやれない、そんな話で来るわけですけども、どちらかといえばもう日進月歩、ポン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 、日は燃えてるわけですから、即答ぐらいしていただくような市でないと、これは困るんじゃないのっていうところもありましたね。で、基本的に、お金のことは、後で絶対くっついてくる話だもんですから、ぜひ皆さんのですね、焼津をどうしたいということはですね、今後、皆さんと一緒に考えていきたい問題であるし、そして、ここでまた一つ宿題が出ちゃいましたけれども、いわゆる庁舎の問題、これもですね、皆さんにとってどういうようなご意見を持っているのか、そういったものもですね、今後、いわゆる説明会があるって言いますけれども、具体的に皆さんがどのような考えかっていうのをですね、その場でどんどん言っていただけて、がありがたいなと私は思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。